ポール・パウエルはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、俳優である。本名ポール・マーロン・パウエル、ポール・ M ・パウエルとも名乗った。日本語ではポール・ポーエルとも表記された。1881年9月6日、イリノイ州ピオリアに生まれる。父はピオリア・アイブニングスター神の創立者である。最初のキャリアはシカゴ・トリビューン神の記者である。 時期は不明であるが、5歳年長のバレリー・マクドナルドと結婚、長女・ジャニスを設ける。記者時代に地元のマフィアについての記事を書き、そのために生活を脅かされ、夫婦でカリフォルニア州ロサンゼルス郡パサデナに転居する。ロサンゼルスエクスプレスが身の記者になるが、在職中にシカゴでの経験をもとにした脚本を発表したため、各種される。 1914年、満33歳を迎える頃、ヘンリー・キング主演の短編映画ヒズ・エクスレンシーを監督したのが最も古い映画界例の記録である。以降、ルービン・スタジオで短編映画を量産する。1918年、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチャー・リング・カンパニーに移籍、カーメル・マイヤーズを主演作を連打、中でも同社参加のブルーバード映画では、 社交界の花形、州や孤島の娘を監督。これらはいずれも、日本でも公開された。1920年、青春の夢を監督した時の報酬は、週給5000ドルに上った。同年、フェイマスプレイヤーイコールラスキーに移籍する。トーキー初期にも監督作を手掛けたが、1930年のオネスト・クルックスを最後に監督業を退く。 1944年7月2日、自宅のある、ロサンゼルス郡パサデナで死去した、満62歳没。同郡グレンデールにある、フォレストローンメモリアルパークに、5年後の1949年に、亡くなった妻バレリーと共に眠る。特筆を除きすべて監督作である。ありがとうございます。